皆さんこんにちは、トリックジャパンの白石です。さて4月からいよいよヘルメットの着用が義務化されました。というわけで結構タイムリーな話題ではあるんですけれども、今回の動画ではトレックから新たに発表されたこの新型のヘルメットバリスタと、こちら軽量ヘルメットであるベロシス、この2つを実物とともに解説していきます。動画本編に入る前に、今後トレックジャパンの YouTube では今回のような最新のヘルメット、パーツ、アクセサリー類の情報や最新バイクの情報をたくさん配信していきます。ぜひ見終わる前にチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまずこのベロシスについてです。このベロシスはトレックの中で史上最軽量のラインナップのヘルメットとなっております。このベロシス3つの特徴があります。軽くて涼しくてエアロ、この3つを揃えたオールラウンドなロードヘルメットです。まずは1つ目の軽量性についてです。新しいベロシスはトレック史上最軽量のヘルメットになりました。構造デザイン設計を見直して素材量を削減、ヘルメット一部の素材に OCLV カーボンを採用し、トレックでは初の MIPS エアを採用しています。この MIPS エアとはパッドと MIPS が一体化しており、従来の MIPS の安全性に加え軽量性と通気性が向上しています。2つ目の特徴である涼しさについてです。流体力学解析を通じてベンチレーションを最適化しました。前作と比較して約 40% 頭部を冷やせるようになっています。つまり熱を排出しながら高いパフォーマンスを発揮できるようになりました。そして特徴3つ目、空力性能についてです。 OCLV カーボンで形成されているインレイブリッジが空力性能を高めるエアロ形状に進化しました。このベロシスは夏場のサイクリングやヒルクライム、そしてグラベルライドやマウンテンバイクのクロスカントリーレースにおすすめのヘルメットとなっています。続いてバリスタのご紹介です。このバリスタはトレック史上最速のエアロヘルメットとなっています。このバリスタも特徴が2つあり、空力性能に優れているという点と軽量という点です。まずバリスタ1つ目の特徴、空力性能についてです。前作と比較し10秒間のスプリントで 5.4 ワット節約、もしくは約1メートルのアドバンテージが得られます。流体力学に基づくヘルメット全体のエアロ形状のみならず、2つ特徴的な機構が備わっています。まず1つ目がこのエアトリップと呼ばれる形状を採用していることです。このエアトリップとはヘルメット中央部にある溝の部分のことです。この溝があることで空気の流れが溝に張り付き、後方へ空気がスムーズに流れるように処理する役割があります。そしてこれまでのヘルメットにはなかった NACA ダクトも採用しています。この NACA とは空気の乱れを最小限に抑えながら冷却を目的としたダクト構造、航空機や高級スポーツカーにも採用されています。バリスタに関してはこの穴は冷却が主な役割ですが、空気の乱流を抑えるという意味ではマドンのアイソフローと同じ役割を持っています。そしてバリスタ特徴2つ目の軽量性についてです。前述のベロシスと 15g しか変わらない軽量性を誇っています。重量は M サイズで 275g、 こちらも MIPS エアを搭載しており、これが軽量化に貢献しています。このバリスタはマドンユーザーや平坦を好むレーサー、そしてクリテリウムやトライアスリートにおすすめのヘルメットです。このように2つを比較してみると、どちらも空力性能に優れていたり軽かったり、違いがあまりはっきりしません。ここでロードバイクに例えてみると、ベロシスはエモンダ、そしてバリスタはマドンといった立ち位置と比較すると分かりやすいと思います。ではこのバリスタとベロシス2つの共通点についてです。共通点1つ目は MIPS エアを採用していることです。従来の MIPS はパッドとプラスチックのレイヤーが別々でしたが、トレックで初導入となるこの MIPS エアは安全性を維持しながら軽量性と通気性が高まっています。そして共通点2つ目は360度のボアフィットシステムです。後部3段階と側面で幅広い調整が可能です。これまでアジアンフィットだったユーザーの頭にも、この幅広い調整機構ならフィットするかもしれません。そして共通点3つ目が広い視野、視界があるということです。これら新型のヘルメットは前方をカットした形状になっています。これにより視界が広がり安全性も向上しています。広い視界ってよくサングラスでも言われることなんですけど、例えばヘルメットとキャップをかぶった際にキャップのつばが邪魔して案外前が見えなかったり、
視野が狭くなって結構危険だなっていう時があります。ただこの新型のヘルメットをかぶってみると非常に通常のヘルメットよりも前がすっきりしているのでさらに広い視界、つまり何もつけていないような感覚が得られると思いますので非常に視野が広くて安全なヘルメットだと思います。そして共通点おまけですが、これら2つには非常に高級感がある洗練された見た目も特徴です。続いてベロシスとバリスタが前作からどういった点が受け継がれているか、継続点についてです。継続1つ目はサングラスポートです。サングラスポートはラバー加工されており、サングラスのスムーズな出し入れや保持が可能です。そして2つ目、ヘルメットに大事な高い安全性です。スポーツ用ヘッドギアの安全評価を行っているバージニア工科大学の安全評価で満点を獲得しました。この安全評価は自転車ヘルメット各社の製品安全評価のベンチマークとなっています。ではベロシスバリスタのラインナップ紹介についてです。ベロシスは全5色の展開となっています。重量は M サイズで 260g となっております。こちらは先ほど申し上げた通りロードライドやグラベルライド、さらには軽量性や扱いやすさを生かして街乗りにも十分使えるヘルメットといいます。続いてバリスタ。バリスタは4色の展開です。重量は M サイズで 275g です。先ほどのベロシスから 15g だけ重い重量となっています。また今シーズンに入ってからは新型マドンとともにこの新型のヘルメットはたくさんの勝利を量産しています。つまりレースでもその性能は実証済みです。ヘルメットは安全に自転車を乗る、そして何より死なないという点で一番大きな意味を持っています。必ず自転車に乗る際はヘルメットはかぶりましょう。最後にこの動画がいいと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。